皆さんこんにちは、立川ミルです。明日から4月ですね。受験や進学で学校が変わったり、社会人になって就職される方もいるかもしれません。逆に新学年になるだけとか、転職しないとかで何も変わっていない人もいるかもしれないですが、とりあえず前置きはこれくらいにしておきましょうか。今回の動画は近況報告と今後4月から9月の方針と予定についてお話しします。ではまず4月以降動画制作で変えることというと、3月に試した週1投稿はとりあえず継続して試します。5月5日からの2週間は定期試験2週間前及び定期試験期間になるので、その期間は一時休止となります。なので5月下旬に週1投稿を続けるかお知らせしますのでよろしくお願いします。あと投稿日と日時ですが投稿曜日は日曜日で変更はありませんが、4月14日以降の動画は15分早くなり17時に投稿します。遅れる場合は今まで通りコミュニティ欄でお知らせします。XQ Twitter やブルースキー Instagram などはやっていませんのでご注意ください。一応編集時点での投稿予定ですが、字幕の通りとなっています。とりあえず動画投稿についてはこのくらいで。あと、今第4次九州遠征期の収録中ですので、編集時点では何をしているかわかりませんが、もしかしたら100個3000に乗ってたりするのかな？とりあえず公開がいつになるかわかりませんが、とりあえずお楽しみに。鉄道 PVK に関しても九州の素材が増えるのでまたできるかなと思います。さて、全然タイトルに触れてなかったですが、今日自分誕生日迎えました。ミルエクスプも9チャンネル時代から数えて3月22日に2周年を迎えました。ということで今後もミルエクスプをよろしくお願いします。ということで今回はこの辺で終わりましょうかね。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価をぜひお願いします。